相模カンツリークラブは神奈川県大和市中央林間西に広がるゴルフ場である。1929年、小田急電鉄株式会社は小田急江ノ島線を開通させ、沿線に林間都市開発構想を計画、中心施設にゴルフ場を考えた。いち早く乗り出したのが東京ゴルフクラブコマザーコースでクラブの移転先問題で候補に上がったが不調に終わった。 新たなゴルフ場の創設に動いたのは、伊藤文吉ら7人で、相模カンツリークラブの建設に向け呼びかけた先は、満鉄、賞金、三菱などだった。1930年、コース設計を赤星六郎に依頼、ゴルフ用地は川や沼もあるリンクスであった。赤星自身初めて設計したコースである。1931年9月27日に旧、ホールが仮開場され、 赤星六郎はこの時の設計について、コースは私が抱いている夢と理想を表現したと語った。1933年7月16日、18ホールが完成し会場した。1936年4月、クラブは社団法人の認可が下りた。1944年7月、陸軍の研究用地のために旧ホールに挑発命令が下された。 1945年4月、陸軍のお交代の中屯が決定し、栽培を始めたので、ゴルフ場は休場となった。終戦時、無傷なホールは5番、9番、10番、18番ホールだけだった。同年10月、クラブの理事会で再開を決定、東京急行電鉄の協力を得て、コースの復旧作業に着手した。1946年1月、 米軍から使用の申し入れがあったが、その10日後にクラブハウスが全焼した。1947年1月2日、5ホールのコースで仮会場とともに仮クラブハウスが完成し、6月に18ホールが完成した。1950年5月、サブグリーンの設置の設計を井上誠一に依頼し、同年10月、ツーグリーンが完成した。 1965年9月17日、新クラブハウスが落成した。1966年11月4日、タイムライフ、インターナショナル社の行為により、ジャック・ニクラス、ゲイリー・プレイヤー、アーノルド・パーマーがラウンドした。郵便番号242-0008神奈川県、大和市中央林間西7丁目1番1号。ありがとうございます。